沢村千鶴です。突撃バックステージ始まるよ。今日は僕のプライベートについてお話ししちゃいます。まずはこれ、みんなからもらったメッセージだよ。いつもありがとう。メッセージを全部読んでるよ。みんなからのメッセージを読んでるとありがとうって声に出しちゃうから周りの人にびっくりされるんだ。今日も事務所の先輩を驚かせちゃった。あ、これね、先輩がくれたんだ。かわいい入浴剤のセットだよ。6個入ってる。どれもいい匂い。チョコレートとイチゴと、あとバラとジャスミンとハチミツとラベンダー。これセットだから全部入れると楽しそう。きっとモコモコの泡がたくさんできちゃうよね。帰ったら早速バスタイム満喫しよう。それじゃあみんないつもありがとう。バイバーイ。あの入浴法は止めた方がいいのかな。始まりました、突撃バックステージ。ナビゲーターの及川真です。今日は楽屋にいる千鶴に突撃インタビュー。シー君、もう喋っていい？みんなに見せたいものがあるんだ。じゃじゃーん、僕が描いた絵、かわいいでしょ。これは猫の水墨画。いや、犬か。待て、足が6本あるということは昆虫の可能性も。お疲れ様です。あ、地図また絵を描いたの？すごいね、この躍動感と独特の雰囲気、俺好きだな。さすがいっちゃん、わかってる。これはね、ニャンピピだよ。今日夢に出てきた宇宙猫なのだ。宇宙猫。へえ、地図の方こそさすがだよ。尻尾が2本あるところが特に個性的でいいよね。あ、宇宙猫だから1本はアンテナかな。そうそう、1本は尻尾で1本はアンテナ。 C 君は全部足って言ったんだよ。分かってないよね。これは俺がおかしい流れなのか。ますます分からなくなってきたので今日はここまで。美的センスに自信のあるみんなはぜひ番組までご意見を。千鶴画伯の新作にも期待してね。突撃バックステージ、今日はみんなでトークです。テーマはこのくじの中から地図に引いてもらうよ。はいはい、今日のテーマはね、じゃーん、怖いものだって。僕は特にないな。どんなことも楽しいよ。雷とかも。怪談話や高いところが怖いというパターンもあるな。そういえば地図が怖がってるところって見たことないです。大きい音とかは？例えばこう、うわっ！あはははは、ジュン君面白い。そんなの全然怖くないよ。笑わせようとしたんじゃねえよ。やっぱダメか。でも絶対何かあるはずなんだよな。こうなったらどうにか地図の弱点見つけたいよね。と、今日は残念だけど時間切れか。また次回も見てね。バイバーイ。僕に弱点はないのだ。バイニャーン。絶対弱点突き止めてやる。